氏は武士である日本の士族。下記の本校を参照。姓は源氏と騎士の支流。長山頼元の孫の来景が、長江をと唐見守ると称したことから始まる。藤原聖大森氏族。あず鏡に、長江クランドより高なる人物が登場する。海するが国士の流れを組む桂木二郎伊氏と、同一人物で、長江姓へ改名している。宇田源氏佐々木氏一族。 佐々木皇帝の孫や系が、長井氏を名乗る。宇田源氏ま淵一族。ま淵五郎左衛門上皇帝の自主帝政が、長江八郎、入道左衛門の意の養子になり、長井氏を名乗る。甲州中原氏族。舎利親王の流れを汲む中原氏である、甲府中平のこのなりえが、長井氏を名乗る。長井氏は、官武平氏義文流、鎌倉影正を外する鎌倉氏の着流である。 相模国派山郷大前を本拠地とする。鎌倉幕府の重心であったため先行により、所領を拡大した。やがて、関東、欧州、美終尾張の三系統に分かれ各地で、戦国大名化したが、北条氏、足利氏、伊達氏等多勢力との戦いの中で衰退し、江戸時代では各地の藩主として名脈を保った。長石初代の長江義影は、 鎌倉景明の着手である。景明は、地頭として、摂津国長公倉橋宗を支配し、吉影は摂津で育った。その後一族の所領である、葉山豪大戦へ戻り、当地を治めた。そして自身が育った長公倉橋宗にちなみ長石を名乗り、当地を長公に解消した。吉影は、源の頼朝と共に、石橋山の挙兵に参加し、 鎌倉幕府総研の更新となった。また、欧州藤原氏藤原康平討伐にも従軍し、その功により、戦後、欧州物軍南方の深谷保一帯を得た。二百二十一年、長井氏は上級の乱で功を挙げたため、美の国今種に所領を得た。その後美の国種を時氏に従い、守護大となった。それ以降は、美の国国内での多くの戦乱に目を投じ、 斎藤氏と守護代の地位を争う斎藤氏を継いだ道蔵が戦国大名となると従い、斎藤氏没落後を小田氏に従う。小田氏の没落後は、八須賀氏に仕えて、阿波国に移り、子孫は徳島藩士として続いたという。竹中重春で有名な竹中氏も長井氏の一族である。吉陰を初代とし、長井氏は各文家に分かれている。 初代義陰を祀る長江五霊神社、義陰死後、弱子である秋吉、義重と二代にわたって本家を継承したが、法事元年に法事合戦で三浦氏に味方したため法上市に敗れ断絶した。続けて、義陰の孫である長江影秀が本家の家督を継承した。その後鎌倉時代を通じ葉山の所領を保ったが、鎌倉幕府滅亡後、当時の当主である、 長江八郎左衛門の城は、感動の城乱で、足利忠義方に味方したため足利高氏に敗北し所領を没収された。その後の消息は不明である。吉影の孫である慶下は、相模国北深沢に住んでおり深沢氏を名乗った。しかし南深沢の児童は、同じ一族の和田氏であったため、憲法元年、和田合戦で慶下は、 和田義盛に味方し敗北したため北深沢の領地を失った。その後長江一族であり、吉影の孫である影光が引き継ぎ、鎌倉時代を通し所領を保った。深沢長江の一族である長江影綱が箱森長江の初代である。二歳の時、父である慶大らを河内国混合山で亡くしたため、深沢の地を放棄して、 母方の実家長沼市に養育され、長沼市の一族宮村市の領する下谷国箱森の地に、上和三年、十七歳の時に居住した。そのため、箱森、長井市は、長沼市の流れを組む皆川市に重心として使える、ことになる。現在も子孫が多く居住している。美の今、砂が郷氏の母大寺である、明王寺1221年、長井市は、 上級の乱で功を挙げたため、美の国今、主、たるいに所領を得た。吉影の孫である、修慶は、今週へ移住した。長江高影の時、美の守護大富島氏の養子になり、守護大になる。応人の乱で、長江氏は東軍に属し、富島市、京国氏と共に西軍に属した美の守護と騎士の家臣、斎藤明鎮と戦い、高影、その師匠管理、慶州、八郎、 慶州の子元影は内死にした。ここに、美の長江氏は断絶した。高影の孫で、慶州の子である、理系のみ生き延び、尾張国葛飼軍の落合城の近くに潜伏し、桑下城を築いて移り住んだ。これにより、尾張信奈の長江氏が始まった。斉藤氏を継いだ道蔵が、戦国大名となると従い、斉藤氏没落後を小田氏に従う。お田氏の没落後は、 八ちすに仕えて、阿波国に移り、子孫は徳島藩士として続いたという。現在も岐阜県内に多く子孫が在住している。吉影のひ孫である長江行系は、長屋氏を名乗った。その子である長屋影よりは、長江秀影と共に、美濃へ移住した。吉影の子である長江昭義は、上級の乱で得た美濃国たるいに所領を得ていたため、長屋氏は、 たるいで存続した。美の今主から終わりカス軍の内愛情に入った、理系は、美の国主斎藤氏の武将となり桑ワ城を築いた。その後、信濃の城主となった、理系は、阿弥陀神根城を築き文明14年新州のお出しの、下の今村城主、松原弘長と戦い勝利したため現在の瀬戸市、一帯を得た。しかし16世紀に入り、瀬戸一帯は、 松平清康によって支配される。京六二年以降、理系は長い民部と名乗り松平氏の家老となった。その後、影都市、影高と続いたが、天文四年の松平清康暗殺に伴い、松平氏は信濃から撤退し、工事三年には今川義元の管理下に置かれ、永六三年に松平家が入ったが、桶狭間の戦いの前哨戦で、落合城。 桑下城、信濃城とも、織田信長の攻撃により落城し、信濃長江氏は織田信長に仕えることになった。しかし織田信長の怒りに触れて、八須賀に仕えた。子孫は八須賀家が徳島藩を立藩した後も従い藩で重心となった。一方で一族すべてが信濃を離れたわけではなく、現在も愛知県は全国で最も長江生が多い県になっている。 欧州藤原氏は欧州合戦の結果滅亡したが、その合戦に吉景も加わり、軍港を挙げる。文治元年、吉景は物羽軍深谷方を賜る。頼朝は欧州総武行に笠井清重を任じ、東北地方をその支配下に置いた。当時は所領を賜ると言っても、実際にその土地に移住することなく、多くは一族あるいは家臣に所領の管理を任せた。 長江氏が本格的に支配に乗り出したのは、吉陰八世継継の時と推定されている。欧州長江氏により祀られた、新山神社。先祖である、寒武天皇大号王女大宅内神皇を祀る。深谷長江氏は、長江氏初代、吉陰の弟である、長江義和であり、深谷法の城を本拠とした。吉和は、 欧州総武行、葛西清重の三男清新を養子に迎えた。14世紀の欧州丹大大崎氏の前世時代には大崎氏に侵入していたが、15世紀になると、葛西、大崎市からの圧力に耐えきれず伊達持ち州の参加に入った。戦国末期、深谷長江氏最後の当主である長江勝慶は領土を三分割した。1、3を、 弟の家重に渡し屋在城に住まわせ三分一所死とした。後に兄弟で内紛が生じ、勝家は山本氏を攻めた。天正十九年には伊達氏と対立する最上氏に内通したとの剣義を正宗にかけられ、秋保里で秋保定住に殺された。その後生き残った三分一所家系は伊達氏に降伏し、渡辺さぬきと改名するが、 経営の時に三分一書士に復帰した。その後は仙台藩士として存続した。ありがとうございます。